はいどうもこんにちは。今回はですね、平成の怪物とちょっと令和の怪物をちょっと同時に、使っていきたいなと思います。この前ねちょっとOB の A ランクでねちょっと松坂投手を当てたんですけど、まあ、結構ねいけそうなんで、ちょっとね試しで使ってみたいなと思って、まあ、せっかくなんでねダビで使って練習していきましょう。やっていきましょう。ケースケ本田にスパチャはいらない。はい、ちょっとここ数日ね、大会をやってまして、めちゃくちゃ投稿頻度がね、おっしゃってたんですけど、まあね、一応、まあ最低限のね、圏内には入れたんですけど、まあ、ちょっと自分の中では悔いの残る結果でしたね。まあね、次の大会ね、頑張りたいと思います。はい。やっていきましょう。相手はまあまあ、ぼちぼちの強さって感じですね、小田は。やっぱ、松坂さんって言ったら西武だから、松坂さんがね、西武のユニフォーム着てるのは本当に嬉しいです。ただね、この松坂投手はスライダーが強くないんで、まあ、ツーシームフォークが中心となった攻めになっていくと思うんですけど。あ、フォークもあんま落ちないんだ。まあ、マイナス1っていうのもあるんですけどね。やっぱこういうフォーム嬉しいですよね。この首をぐにゅってやる感じ。首をぐにゅ、あ、そういう、そんなぐにゅってやってなかった。ごめん。いや、殿下の宝刀が。まっすぐ、日の玉ストレート。清田キュラな取れるぞ、これ。あー、くそ。これ清田キュラじゃねえな。これは、コウジ。いく。いや、これはやばい。これはやばい。うわ、だる。ゴミみたいな人やな。それあなたの感想ですよね。やばい。ピンチ。低め低め低め。あ、終わった。平成の怪物。いや、マジで行き過ぎよ、本当に。やば。さすがにワンアウト、オッケー。とりあえずワンアウト取って落ち着こう。うん、落ち着こう。うん、うん。これ飛んで、うん、ほら、うん。いやー、松坂投手結構厳しいかもしんない。まあ、大きい変化がまずないっていうのと、言うほど今ツーシームフォーク強くないんで、やば。いやー、松坂投手厳しいっぽいな。いや、止まったぞ、止まったぞ、これは取れ、ケツ元、オッケー。確定さん、ナイス。ケツ穴確定。ケツ穴確定、ドピッ、ドピッ。そばね、広島版の秋山選手当たりましたね。まあ、まあまあって感じですね。はい。いや、藤波さんマジ嫌いなんだって。やめて。いや、マジでさ、強すぎでしょ、普通にこの球種。やばいよね。平凡。結構今似てなかった？平凡って言い方。平凡。鼻声がやばいっすね、最近マジで。いや、てか大会マジでメンタルおかしくなる。マジでね、レート頑張ってあげたのに一瞬で崩れるからね。マジこのクソゲーすぎる。東尾き、木村聖太、ゴミ。ヤギータ頼む、ここで一発。ナイバッティン。ナイバッティンじゃないけど。藤波選手メジャー行くんすかね。あー、これメジャー行ってもらわないと。いやー、行かれたこれ。うーわ。やばいな、めちゃくちゃ打たれる。やば。オッケー、ナイスナイスです。さあ、一郎対松坂大輔。前世紀一郎対、晩年の松坂大輔だからね。結構厳しいかもしれないけど。ほら、やっぱり。うーわ、持ってかれる、それ。エグすぎた、今のは。今のはエグすぎた。さあ、前世紀ギータと、前世紀じゃねえや、晩年松坂大輔。あ。いやー、花火綺麗っすね、やっぱりね。冬にもしっかり花火を見れるっていうのはすごいいいゲームですね、このゲームね。しね。そう、日本代表頑張ってもらいたいですね。
明日の4時からなんですけど、この動画投稿してる頃にはね、もし終わってるかもわかんないですけど、やっぱり、今回やっぱワールドカップで僕サッカー好きになりましたね、より。あとね、プロスピのね、大会がひどすぎてね、野球嫌いになりそうっす。はい。オッケー、ゲッツ。何としてでも同点に追いつきたい。はい。やばいってマジで。マジで球が遅すぎる。三人ともヘボ。ヘボ。平成の怪物がボコボコにされたなら、令和の怪物で取り返す。はい、ということでね、はい、佐々木投手やっていきましょうか。普通にね、球速いんで、まあ今のね、ルールね、球速ければまあなんとかなるんですよ、正直。なんで、まあ、ストレートをしっかり投げ込んで、まあスプリットもね、低めにしっかり決められれば、いけるんじゃないですか。やっていきましょう。さあ、やっていきましょう。先行、あ、高校だね。いや、この17番かっこいいね。17番でこの立ち姿かっこいい。令和の怪物よ。令和の虎？失礼します。はい、ナッシングでお願いします。お疲れ様でした。じゃあ、並びましょう。あ、それは賭博か。いやー、これね、カットボールとかあると強いんですよね。でもね、シリーズ2普通に強いでしょ、あれ。でね、あのフォークが普通のフォークだったらよかったんだけど。オッケー、ナイスピ。コナミさんでね、毎回ね、ユーザーに、お、これ強いやんって思わせても、球種がなんか違かったりね。そういうとこはちょっとやっぱ性格悪いなって思いますよね。いや、惜しい。撮れると思った、今のは。いや、写真かっこいいね、やっぱ。写真かっこよくね。俺、この写真でね、マジでね、3分ぐらい見てられる。短いな。サークルチェンジ141ってめちゃくちゃ速いやん。あと今日ね、滑舌がゴミ。まあ、鼻詰まってるっていうのもあるんですけど、滑舌がマジでゴミっすわ。すいません。字幕しっかりつけるんで、多分ね、字幕とか写真とかつけると思うんで、多少はマシになると思うんですけど。オッケー、ゲッツーいける。オッケー、ロッキー。これが令和の怪物よ。さすが最新型。さあ、こちらも、令和のお化け。山本忍ですね。令和のお化け対怪物。あんま変わんないけどね。さあ、神様。令和の神様。はい、うまい。さあ、こちらは平成の、ギータ。平成のギータ？令和やな、今。レギータ。ギータは普通にギータか？あ、ギータ頑張れ。うわ。え、何今のパス？かっけえ。かっけえな、今のパス。いやー、昭和のノリ。ミス昭和のノリ。ナイス。昭和らしい人。さ、田所、山本浩二。あ、危ない、危ない。一瞬ね、汚物がちょっと出てきたのになりましたけど。まあ、リボン欲しかったな、今回。今回ね、結構リボン狙える位置にいたんですよね。終盤まで。いたんですけど、ちょっと、2連敗、3連敗ってしちゃって、やっぱりそこで、自分の気持ちが持たなかったんで、諦めましたけど。いや、今回ね、8000行っても、まあ、1000位っていうのはかなりきつかったですね。従来の大会やったら多分リモン取れてるんじゃないかっていうところではあったんですけど、まあ、やっぱり周りのレベルが高すぎました。やっぱ全国大会はきついですね。あ、全国大会とか、まあ、全員が参加してる大会はね。まあ、でも確実に、レベルアップできてるなっていうのを感じれたので、まあ、いい大会だったかな。はい、オッケー！完璧です。あ、ごめん、終わっちゃった。あ、終わっちゃったよ！まあ、てことでね、結局、令和の怪物が正義ということでね、まあ、平成の怪物はね、令和の怪物の、令和の怪物はね、平成の怪物の魂を、受け取ってね、今後ももう一回完全試合やら、もうね、すごい、大暴れしてもらいたいなと思います。しっかりね、投げ切ることができたと思います。あ、どうした？
while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oh,